この状態こうやって対談するんです、はい、でそしてここの背中を使って、はい、こうやって穴を掘ります。こういう感じですね。これね、背中を使うとコーヒーの粉が 下に落ちないんですよ、はい、ところがこっちの腹の部分を使うと結局上に上げた粉が落ちるんですね、はい、で慣れてればどちらでもいいです。だけどまあ初心者の場合はこれを背中を使ってこうやって確実に穴を開けた方が穴を掘った方がうまくいきます。こういう感じですね。で今からお湯を差しますね。でだいたい最初にポットのお湯が95度に、ドリップポットの温度が95度になりましたね、はい、この状態になったらこうやってポットをこうやって軽く振るんですよ、はい、ポットこう蒸気が一回逃げてくれます、はい、で逃げてくれた状態を一回作ります。で最初にこの真ん中、この真ん中にお湯を差します。いいですか。で落ち始めましたね。したら濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分に指さします。これをゆっくりやってます。で全体的に行き渡ったらここで3分間蒸らします。蓋を着せますね。3分間経ったコーヒーの粉ですね、はい、この状態のコーヒーの粉にお湯を差した時にコーヒーの粉から泡が出なくなります。じゃあちょっとやってみます。で最初はね、実は言うとこの外側の辺にお湯をかけて落ち始めたら真ん中にかける感じです。でこのお湯をかけた時にじわっとする感じ、このじわっとする感じが大事なんですね。つまりひたひたな状態っていうのがこの状態なんですよ、はい、この状態を維持するようにお湯を差してください。で真ん中を丁寧にかけて順番に外へ行って、で外の方はコーヒーの層薄いでしょ、はい、だからコーヒーの層薄いとこにお湯かけてもしょうがないじゃないですか。だから外側はすぐに終わってすぐ真ん中に変わります。で人数分の半分になったところでここでやめます。必ずやめるのはね、真ん中でやめたから。